事故物件スティグマティゼットプロパティ これ映像すごい綺麗なんだよね。なんかサンプル見たらね、映像がねすごい綺麗だったな。おお、さっきと同じで、なんかこっちもなんか画像が実写？はあ、怖え。なんで最近の。急に家に来いって。なんでかな。誰？俺か。はあ、びっくりした。急に家に来いって何これ。リア充かい？こんな夜中に彼女を呼び出してさ、こんな暗い道ふざけんなよ、お前ぶっ殺してやろう、本当は。なんでこんなにやらなきゃいけないんだ。すげえな。でもなんか音がするよ、車の音とか。全然ここ。人？違うね。何あれ。ああ、自販機と、ああ、ゴミばっかびっくりさせんな、おめえ。なんで、今日こんな民家歩いてんだい。日本ガス。ここでもなんか、まあでもまあ明るいよね。おい、おい、何ですか？目玉の親父？ 10 円拾った。10円落ちてんだ、これ。足音怖い。この道で合ってるのかな。お前知らないで来たのか、呼ばれて。嘘だろ。何あれ。なんでさ、この辺みんな人が住んでないの。ドーナツ化現象。これかわいそう。あ、猫が死んでる。ぺっちゃんこ、ぺっちゃんこすぎて地面と一体化している。いやー、こっちは無理でしょう。こっちかな。明るいもんね。暗いとこ行かんでしょ。女の子一人でここありえないでしょ。おーい、びっくりさせんな、目玉の親父。くっさ。おめえ、人が暮らしてるところでくっさとか言ってんじゃないよ。ここじゃ人が暮らしてんだね。じゃあ家住んでんだ。まあそうだよね。それも、先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。ご都合主義か、どういうことだい。家に先に入ってんの。ここかい？なんかここ急に明るくなったね。誰か暮らしてんでしょ？車あるもんね。もうでもなんか音がする。なんか音がする。おい、何の音。お、なんだなんだ、なんかあるぞ。なんだ。あの、50円拾った。もう帰るか。てか家どこなんだよ。違うってこと？わかんない。
ドーって音が、車の音なのかドップラー効果なのか分かんない。ダメだ。あ、どうやって終わんだこれ。消そう。